こんにちは、心理カウンセラーの深田静香です。昨日の話の続き聞いてくださいね。来年になったら一年ね一万円給料を増やしたいって言うんだったら普通のまともなやり方を考えた方が確率は高くなるだろうけど、まあいきなりね十万円ねまあ来年は無理でも二年後とか。 でそういういになったらなかなか現実問題としては今の不景気な状態の中で、うん、相当なんか掛け持ち、ね、バイトかなんかの掛け持ちをしない限り病気になるほど働かない限りなんかちょっと難しいと思うんでねでもちょっと普通の人は考えないんだけどまあなんとなくこういうことならもしかして起きそうだなっていうものを自分の目から。 脳を経由してて潜在意識に入れていくその作業をバカみたいにやっていくと、うん、それがとても大事なんでね、うん、でまあそれやってるとどんなことが起きるかっていうと例えばしずかちゃんだったら今 YouTube とかアフィリエイトとかやってるじゃないそうするとね なぜか潜在意識の動が上がってるんでねだって楽しいでしょ貯金が増えるんやから。うん、だって僕が「しずかちゃん今月からあなたに1年間6万円ずつ毎月入金しましょう来年は12万円入金しましょう再来年は24万円入金しましょう」って言われたら超ラッキーって思うじゃない。 <laughs> ね、何の見返りもいりませんと嬉しいって本気で嬉しいと思うじゃないそれが波動が上がったっていうことだ、ね、よありがとうございましたえー、そんな方法でって思うかもしれないんですけどそんな方法で波動は上がるんですね子どもの頃にお小遣いもらうとすごい嬉しかったですよね毎月お金がたまっていくって想像するだけで 私はすごい嬉しい気持ちになります波動を上げるってこういう簡単なことでもできるんですね下の説明欄に今日のおすすめの記事のリンクを貼っておくのでよかったら読んでくださいね深田静香でしたまた来ますね